午後、掛川市内の JR 東海上原の JR 東海道線の踏切で興津駅発浜松駅行きの普通電車と踏切内で立ち往生していた車が衝突しました車を運転していた女性と電車の乗客らにけがはありませんでした また午後10時44分までに全線で運転を再開しました。